確かに少しは成長したのかしら。どうするんだい、姫様。そうね、ギー、お茶の準備を。少し考えたいことができたわ。了解っす。勝てる。何をブツブツ言っている。もういいわ、お遊びは終わりよ。あなた、ラグナと会って、そして戦いなさい。残念ながら、貴様に言われなくても僕はそうするつもりだ。それでいいわ。でも一つ言っておくけど、あなたは絶対に勝てないわ。何？貴様、口が過ぎると。今のあなたでは絶対にラグナには勝てない。そう、絶対に。なぜそう言い切れる？そんなことは自分で確かめなければ意味がないわ。くだらん。兄さんを殺すのは、殺せるのは僕だけだ。そう、じゃあ、あ、お待ちなさい、英雄さん。バルケンハイン。お呼びですか、レイチェル様。彼をもう少しだけ戦えるようにしてあげてちょうだい。このままではハンデが大きすぎるわ。かしこまりました。では失礼して。何を言って、ガバカな、動きが見えなかった。少々痛いですが我慢してください。では始めます。動かないでください。ぐわっ、貴様、うっ、かうわ、痛そう。気持ちよさそうね、英雄さん。ぐわっ、かあ、あ、ぐわ。鬼だ、ここに本物の鬼がいるぞ。あんた、ほんと学習しないね。終わりました。しかしさすが英雄ですか。よく耐えましたな。ご苦労様、バルケンハイン。相変わらず優雅ね。光栄です。が、貴様ら、なんだ体が。荒療治ですので完璧ではありませんが、 2,3 日は普通に動けるはずです。ですが、これで少しはまともに戦えるはずよ、英雄さん。早くお行きなさい。礼は言わんぞ。いらないわ、気持ち悪い。この程度の怪我、兄さんが相手ならちょうどいいハンデだ。バカね、あなたによ。何？執事さん、ですが、効果が切れた後、今の数倍の痛みが体を襲う。あの十兵衛殿ですら値を上げたほどのな。マジっすか。やっぱり犬のしつけはこうじゃないとね。姫様、ドエスすぎっす。ここは支部か。てめえ、人か。はあ、兄さん。はあ、やっと会えたね、兄さん。なんでてめえがこんなところにいやがる。そんなことどうだっていいじゃないか。ここに僕と兄さんがいる。ち、またいつものパターンかよ。仕方ないじゃないか。だって運命なんだから。兄さんが僕に殺される。殺し合おう。殺して、殺して。
殺し尽くしてしまおう。クソ、このバカが。兄さん、行くよ。ジン、てめえ舐めてんのか。雪姉さん、一体どうした？なぜ起動しない？何なんだよおめえはよ。いきなり襲いかかってきたかと思えば、手加減のつもりか、こら。違う、違うんだ。どうしてだ。やめだやめ。それよりてめえに聞きてえことができた。聞きたいこと？てめえどうしてここに来た？なぜ俺を狙う？どうしてって、そんなバカなこと聞かないでよ。兄さんを殺すために決まってるじゃないか。ジン、その雪姉さを抜いてみろ。何言ってるんだい、兄さん。いいから剣を抜け！雪姉さ起動だ！どうした？雪姉さ！ちん、師匠の言ってたことは正しかったのか。クソ。ジン、アークエネミーは使い手を選ぶ。それは知ってるよな。もちろん。だからこそ、雪姉さは僕に。アークエネミーが何から作られてるか知らねえが、そいつらには意志がある。そして選択するんだ。使われることをな。そして使用者を守る。それだが、その代償として使用者はある対価を支払う。それは物によって千差万別だが、使用者は何かを失っている。ジン、てめえは何を失ってる？何か身に覚えはないか？てめえはあの時から10年以上もそいつと付き合ってんだ。なんかあるだろ。僕は雪姉さんのマスターだ。じゃあ抜けよ、その剣を。ほら、かかってこい。相手してやるから。どうしてだ、どうしてなんだ。どうして？てめえバカか。答えは簡単だ。てめえがアークエネミーを使ってんじゃねえんだよ。てめえがアークエネミーに使われてんだ。そんな。ジン、師匠から聞いたが、てめえには力があるらしい。何の力か詳しく教えてくれねえかな。そしてその力が雪姉さを上回った時、俺にとっててめえが最大の敵となるんだとよ。僕が兄さんの敵？ここまで話せば、なんでてめえが雪姉さを抜けねえか分かっただろ。おい、アークエネミー雪姉さん、どんだけ俺を恨んでるか知らねえが、俺の弟が今てめえを支配下に置こうとしてんぞ。負けねえように頑張れや。ま、俺の弟は強えらしいからな。師匠のお墨付きだ。今まで弟を酷使した分、てめえがその対価を払え。兄さん。ジン、俺はてめえを許したわけじゃねえ。調子に乗んな。俺はあの時のことを忘れねえ。絶対だ。俺はてめえと決着をつける。そこの雪姉さとじゃねえ、てめえとだ。そうだ、兄さんは僕が殺してあげるよ、必ずね。なんだ、地震？いや、違う。こいつはノエルか。まずいな。ノエル、ノエル・バーミリオンだと。兄さん、待って、僕も。